久保さん、おはようございます。覆面 YouTuber タです。前回57話ですね、57話お話全部聞かせていただきました。こういろんなお話していただいたかなと思ってて。なんかこの50代の方でしたっけ ?50 代の方がその 新しい部署ですよねイン,ターインターネットっていうんですかねそのインターネット広報部長かインターネット広報部長としてのホームページから、まあ、集客するみたいな取引先との関係を強めていく部門をこう立ち上げるというか、まあ、そういうねお話を聞いてあやっぱり YouTube ってスキル YouTube のスキルってあすごくいろんなことに 使えるんだなぁと思ったりもしましたね、本当に。はい、ということで自分はそれを聞いてどういうお話ししようかなと思ったんですけど今回ちょっと会社員時代の記憶というところでまたまたまたちょっと自分の話になりがちなんですけどちょっとお話しさせていただこうかなとは思ったんですけど本当に自分が会社員時代それが 子育てしてる会社員時代直近の5年間とかではなくてもっとすごく若かった20代新卒からですね社会人入って3年目とか5年目くらいの時期ってどういうふうに生きてたのかなってふとちょっと思い出したんですよねこのお話聞いてそしたらやっぱり本当にちゃんと仕事しようっていうところをすごく考えてたんですねちゃんと仕事しようっていうね まあどういうことかっていうと、まあしっかりとね、上司から言われたこととか、まあ基本上司からか、上司から言われたことに対して、まあしっかりやろうと。言われたことをしっかりやろうっていうことを常々、ね、やってたかなと。また言われたことをしっかりこなすっていうことが自分がすごく苦手で、うん。言われたことをやってるつもりなんだけど、ちょっとね、間違ったことをしちゃったりとか。 いやことしてしてまったりっていうことをなんかどうしても繰り返してしまって、まあ、すごくまあ怒られたりとかいろんな、ね、失敗はしでかして本当社会人って大変だなっていうところはずっと思っていてまあそんなこんなでやってたんで本当にもう家に帰ってたらまあすごく疲れてですねもう会社でしっかり仕事をするっていうことを一点集中でやってるけど疲れるっていういやそれをやることだけが疲れるっていうね 他の人は普通にこなせることがなかなかできなかったところがあって、もうそれでやっぱりね、人間関係、まあ要はね、なるべく今度は怒られないようにしなきゃとか、そういう,こういろんな精神的なところとかもあって、やっぱり結構疲れて、本当に疲れてたなと思ってて、でも家に帰ったらほとんどもう、廃人みたいなもんで、もうずっとね、YouTube を見てる。別に YouTube を見たいわけではないんですけどね、もう疲れ切って何も、できないという。 あ酒にお酒を飲むこともしなかったのでお酒とかタバコもしなかったんでただね家でぼーっとしてたっていうところでまあ動けなかったっていうところが正しかったかもしれないですねまあそうやって本当に会社ですごく会社に行くことで疲弊してたかなとは思っていてこれはその学生時代とかもちょっと振り返ってみるとやっぱり 学校も結構真面目に言ってた人間なんですね。まあ、真面目にやろうとしてた人間ですね。どっちか,っちかというと、真面目にやらなきゃいけないなと、しっかりその先生の言うことを聞いて、真面目にやろうともしてたんですけど、その真面目がなかなかできないというね。真面目にやりたいけど、真面目にできないっていう、なんか不思議な感じでこう、頑張ってたわけじゃないですけど、そんな感じで、まあ、やってたなというところがあって、 もうやっぱり学校もすごく疲れてたですね。人間関係だったり、先生の言うこと聞こうとか言って,て、真面目にまあ勉強をやってたんで、まあ、それほどひどい成績ではなかったんですけど、まあ、ちょっとでも気を抜くと、やっぱりこう、すごく成績が下がったりして、まあ、すごくやっぱり学校で生きるっていうのも大変だなとこと、ふと思いながら、う毎日毎日頑張ってた気があしないでもないんですけど。 いやもう家ではもうだから本当はね予習復習とかしないといけなかったんですけどまあできなかったなっていうところもあってまあそんな時代を過ごしてまあそれがそのまま延長してまあ会社ですよねだから会社でもやっぱりだから基本的にこの学校のルール会社のその文部省が定めた教育系のルールにその文部省のルールにうまく乗れなかったっていうのがあってだから乗れなかった 乗れないから、じゃあ別に飛行に走るっていうことも特にしなくて、うん、なんかこうね、ねえっていう、なんかこうねっていうなんかこれっていうぐったりしてなんか生きてたなっていうところで、ああ、やっぱり会社でやっぱりいつもうまくできなくて、まあ要は、上司が気性の荒い人だったら怒り出しますし、例えば女の方だったらね、いつもこうがっかりした顔で見られたりっていうね、なんでできないのかねみたいなね、な <laughs> んでできないのかねみたいな。 まあ自分もちゃんとやろうとしてたけどできなかったっていう、まあ、今考えてたら今考えたらなんとなく分かるというかまあなんなんかやっぱりうまくできなかったなともかくうまくできなかったなっていうのがあってまあそういうのをこう繰り返してやっぱり会社で過ごすっていうのは大変だなとは<あ>まあ思いながらも何、まあ、とかかんとかこう10年ぐらいやっていくとまあいのこう仕事ができるようになりまあね 運良くプロジェクトを動かしたり、こう、組織を動かすところにちょっと、いう経験もさせてもらったりっていうことで、こうやってみんな仕事してるんだな、あこうやったら確かに仕事って楽しい、仕事ができると楽しいもんだな、とか、こういろいろ思ったりして、あ、仕事ができるとすごく楽しいな、っていうところもこう経験させてもらったり、もして、まあ子育ても、そして経験して経験して、というかね、子育てもやって、まあ今がこうあるんですけど、 今こうやって,て YouTube の放送をね、させていただいた、させていただいてるんですけど、本当に、まあ、もうなんか、あの今思うと、こう人としてちゃんと生きてるなっていうね、人として <laughs>、人間とちゃんと人間としてなんかちゃんと生きてるなというところをすごく感じていて、まあもちろんこう一人でやっていくっていうところなので、まあ個上詞がいるわけでもないですし、 こうガーッとね攻められることもないんでなんていうんですか亀の,、まあ、亀のようにねこう進みは遅いかもしれないんですけどただねこう自分の人生を歩けてるなっていうのはすごくあって結局言われたことを会社でこう言われたことっていうのは自分でこううまく消化できなくてこなせなかったりした時代がすごく長かったのでだからこそもう必死でこうやってた。 っていうところやっぱりその会社員でやっぱりずっとこう受け身な感じがずっとしてたんでねずっと受け身な感じを、うんまあ、すごく感じてまあ自分でこう組織をプロジェクトをプロジェクトを動かしてる時はねもう自分で考えてこう自分でできるようになったんですけどまあそこまでのそこまで行くまでにやっぱ長かったすごく長かったので気持ち的には本当にずっと受け身な感じになってたかなと思っててなんとかこうちゃんとやろうちゃんとやろうっていうところで。 うん、だから、例えて言うならその監獄の中に、えー、自分が入っていて、そこでずっともがいていたっていうところがありますね。いつも会社に行くとき、なんでこんなに毎日怒られなきゃいけないのかなと、ちゃんとうまくやれればいいのになっていうのはずっと思っていて、まあ、うまくやったらやったで今度は足りないって言われるんで、まあ、結局、その時は気づかなかったんですけどね、本当に。うん、できてもね、ね こんなことができたところでみたいな形だったので、ね、うんだからもう今考えるとこう一,歩一歩外に出てようやく気づけたものがあるって、まあ、もちろんいろんな現場でそれで行くことによってあ,あこういう現場はこう,こういう人がいるんだなとかねこういう現場はこういう人なんだなっていうなんだその現場現場ごとにその上下関係だったりねその支配され支配されるもの支配するもののこう 厳しいカースト制度じゃないですけど厳しい制度が残ってるところもあったりっていうところがあってなんかいろんなことの経験をしたような気がするんですけど、まあ、特に今は会社から更に組織から離れたっていうところで。 もう一つ、この久保さんの話がすごく身に染みてわかるなというところが、やっぱりお客様がいて、まあ、組織があって、そこに個人がいるっていうところっていうのが、すごく、まあ、客観的に見れるようになったかなと、今特に、特にこうやって YouTube でお話ししていくと、お話しすると、やっぱりこの放送の先に、直でファン、まあ、視聴者さんがいるっていうところをやっぱり考えていくと、本当に個人と、 お客さんが直でつなが直っているっていうところは本当にあるなと思ってるし特に家族、まあ、家で仕事をしてるところもあるんで、まあ、自分がいて家族がいてそしてね塾生、まあ、さんもいるっていうところで塾生さんとしかほとんど <laughs> 接点が今ないっていうところではあるんですけど本当にその、ね、家の中で仕事をさせてもらってるっていう感じなのでどちらかというとね前はそのコワーキングスペースとかに行ってたんですけど まあ特にもう子供が学校に行くようになって家の中が使えるようになったり、ね、それまではね幼稚園とかでもすぐ帰ってきたりしてたのでなかなか家で仕事っていうのは難しかったんですけど、まあ、今は小学校行くようになって家でこうスペースが使えるようになったんでね本当にあじゃあ家で仕事できるなーっていうことで本当にまあ当然子供が帰ってきたりね、えー、妻がやっぱりゆっくりしたい時にはねちょっとそういうことは考えていかなきゃいけないんでそういう 家で仕事をさせてもらってるっていう考えに少しなったりもしてでも自分がそのどうあるべきかというかねどういう自分であるべきかっていうのを客観的にすごく考えるようになったなと今まで会社だったらどう見られるべきどうなんか怒られないようにしようとか仕事人として会社員としてちゃんとやらなきゃっていうそのなんか見ら,れ見られることに対してなんかこういろいろ 頑張ってたんですけど、そうじゃなくて、自分がどういう生き方を,をすべきかと、こういうところっていうのがやっぱりすごく感じるようになった気がしますね、本当に。で、やっぱりこうやって YouTube を作ることによって、まあ、新しい自分と出会うっていう言い方が、まあ、あれなんですけど、本当にもこれは最後のスライドなんで、もここからただちょっとベラベラ喋るだけなんですけど、本当に YouTube を作ることによって、 いろんな自分が知れるなぁと、特にこの気になる男シリーズでは、やっぱり自分のこう内面をこう、すごく探っていくっていうことをしていって、していってるなぁっていうところがあって、もちろんね、こうやって、今まで自分がその、自分の内面を探るときっていうのは、ノートに書いて、でそれを書いて自分の中で整理するっていうことをやっていたんですけど、こうやってね、YouTube を使って、そのスライド、このスライドを を使ってこう人に物事を伝えるっていう試みっていうのは初めてだったのでもちろんツイッターとかもやったりはしてたんですけどツイッターでその端的に、えー、言葉を紡ぐっていうことはやってたんですけどこうやってこの放送っていう形で、ね、自分の口で、えー、自分で物事を伝える。 うーんなかなかやっぱ人に自分自分のことを人に話すなんてことはなかなか自分でやってなかったのでまあそういうことをやろうともしてなかったのでだからやっぱこの動画っていうのは非常にすごく、まあ、意味があることだなと思いますし、まあ、今のやはり時代もそうなってきたのかなと一人一人がこうやって情報発信できる時代特にやっぱり若い人たちを見ると、まあ、20代とかにも みんなすぐ面白いことがあったら、まあ、TikTok にあげたりとか、こう動画、すぐ動画にして、特にやっぱり、なんで写真撮っているのって聞かれたことがあって、あ、もう動画で撮ればいいじゃないっていう、ああ、もう普通動画がスタンダードなんだなとは思って、まあそういうね、ところも気づいたりして、あもう動画っていうのが当たり前になってきているんだなっていうね、そこをやっぱりすごく感じたりもして、 動画を撮って普通に面白いものは動画に撮ってあげるっていうのはもうスタンダードな時代に突入していることに自分が気づかなかったっていうところもあって、ああ、そういう、それが普通なんだなっていうね。<laughs> 面白かったね。みんなでなんかこう動画撮ってティック、ティトックにあげるとか。そうやってコミュニケーションを取っていくみたいな、ああ、そういうもう時代なんだな、みたいなね、いうところを考えていくと、やっぱりこう自分が動画を作るスキル、 をつけることとができて、まあ、本当によかったなと、まあ、それによって自分はこう新しい自分と出会い、まあ、今回で言うとね、気になる男シリーズ久保さんだったりね。まあ、そうやってこういろんなことができることになって、本当にすごく、まあ、個人として。 少しずつですけどね、こう成長できてるような気がするなぁと思ったりもしましたね。そしていろんな話も聞くことができて、だから今までは YouTube を聞くことも見るだけしかなかったんですけど、それがね、YouTube で自分で発信するっていうことをできるようになって、またさらにこう理解が深まっていったなぁと思ったりもいたしますね。 はい。ということで、今回、えー、会社員として、そしてね、人間、子として人間としてというお話をさせていただきました。気になる男ですね。クメイユーチューバー、高カが、放送させていただきました。ということで、第58話ですね、えー。続きが第59話になるかなと思います。はい。今回もありがとうございました。そしてね、久保さん、また59話、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。失礼いたします。